西岡茂げは、日本の合唱指揮者、大学教授、兵庫県三田市出身、関西合唱連盟理事、大阪府合唱連盟副理事長、日本合唱指揮者協会会員、同関西支部委員、合唱人集団、音楽樹会員、合唱式を田中信明、塚圭一に指示。現在は、奈良産業大学情報学部で、IT ビジネス論などを教える傍ら、 合唱式者として活動している。西岡の出身校、兵庫県立笹山大鳥、鳴高等学校。同級に吹奏楽部に所属し、クラリネットを演奏していた、旗正しぶんがいた。兵庫県立笹山大鳥鳴高等学校同級に吹奏楽部に所属しクラリネットを演奏していた旗正文がいた兵庫県立笹山大鳥鳴高等学校大阪大学工学部通信工学科卒業。同大学院前期課程修了。大学院修了後は、東洋情報システムに入社し、 15年間勤務。管理職に就任して、本来の仕事ができなくなっていったことを悩んでいた。ところを、大学の恩師に誘われ、奈良産業大学の講師に就任。助教授を経て、2001年より教授に就任。大学の学部改装に伴い、現在は情報学部の教授。高校在学中から合唱部において指揮者として活動。 合唱部の隣の部屋で吹奏楽部の指揮をしていたのが同級生の畑義文であり、今も西岡が出演する、合唱団の演奏会に畑が出演するなど交流がある。大学入学後は大阪大学混成合唱団に入団し、学生指揮者も務めた。学生時代に三好明の音楽と出会い、以降の合唱活動に大きな影響を与えた。1979年に、 豊中昆生が唱団に入団し、1989年より常任指揮者、2002年より音楽監督に就任。また、2001年には豊中昆生が唱団の姉妹団体という位置づけで、豊中少年少女が唱団を創設。世界に誇ることができる日本固有の合唱芸術の創造を。 指揮活動の最大の関心と位置づけており、主に日本の作曲家の作品を多く扱っている。作曲家への移植も多く行っており、三好明、高田三郎、市柳里寺島陸なり、萩京子などの作品の移植書へを行った。現在は前日の豊中混成に加え、関西大学グリークラブ、女性合唱団愛、女性合唱団ステラなどでも指揮を務めるほか、 客演指揮者として様々な合唱団に招かれている。ありがとうございます。